どうも皆さんこんにちは。本日の戦いも何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは本日の対戦相手ですがこれになります。はい、ということで急にスニーカーズの方からなんかワンチャンありそうな通知が来たので急遽動画を撮り始めてみたんですが、ちょっと中身を見ていきたいと思います。でどうやらゲリラリストックの類のようです。で早い者勝ちと書いてあるのに抽選となっていたりと、まあちょっとよくわからないんですが、おそらくはエントリーの抽選かなと思います。ということで早速ですが物を厳選して挑戦していきたいと思います。まずはフラグメントの LD ワッフル。これは欲しかったのでリストックがあって嬉しい限りです。とはいえまあグレーの方がないということは、まあおそらく返品とかキャンセル分だと思うので、かなり望み薄なんじゃないかなと思います。続いては堺のブレーザーのグレーの方で、これも買えなかったので挑戦をしておきたいと思います。でまあこれについてはプレ値がつかなかったということもあって、まあかなりの数が返品とかキャンセルになってるんじゃないかなと思います。ちなみにブリティッシュタンの方は持っているので挑戦自体ができません。そして堺のブレーザーミッドの白、これも買えてないので抽選に参加しておこうかなと思います。ただまあこれも白だけということはお察しの通りという感じですが、めちゃくちゃ数が少ないんじゃないかなと思います。まあ今回出てきたものの中で、まあこれが一番買える確率は低いんじゃないでしょうか。で最後にシャタバのロー、これも参加しようかなと思います。でこれに関してもプレネはついてないんじゃないかなと思いますが、まあスニーカーズで発売された直後のリストックは確かなかったと思うので、意外と数が少なかったかもしれないです。なのでまあこれもあんまり期待はできないかもというような感じでしょうか。という感じでまあまあこれぐらいかなというところですね。あとはすでに変えていたり、まあもともと挑戦もしていなかったというものになっているので、エントリーはこの4つでいきたいと思います。いやまあそれにしてもスニーカーズさすがにめちゃくちゃ重たかったですね。全部で10種類ということもあって、それぞれ欲しいものに複数エントリーするでしょうし、エントリーとしてはかなりの数になっているんじゃないかなと思います。ということでまあざっと申し込みをしてみましたが、フラグメントのワッフルが1種類しかなかったりしますし、おそらく返品とかキャンセル分の残りだと思うので、まあそこまで数もないかなと思います。あとは一方で AJ1 に関しては人気が出なかったものしかないですし、 AJ3 のグレーとかはまあ完売してましたっけというような感じもあったりと、まあちょっと全体的にリストック系のイベントとしてはというような内容ですかね。AJ1 に関してもパランとかもちろんかっこいいのはいいんですが、やっぱりゲリラリストックみたいな感じで聞くと、もう少し速感だったようなものが欲しいだろうなと思いますし、まあ、あと堺にしてもどちらかというと不人気系のものが多いので、急いでスニーカーズを見たけどがっかりしたなという方も一定数いらっしゃるんじゃないかなと思います。あの数ヶ月から半年ぐらいに1回、まあ、たまにあるスニーカーズのゲリラリストックと比べてもラインナップがまあちょっと微妙だったりというような感じで、まあ、返品とかキャンセル分の在庫処分みたいな感じの匂いもしちゃうかなというようなイベントですね。あとまあ海外のリストック系のイベントだともっと大物というか、もうみんなが参加したくなるようなものがいくつも出たりするんですが、まあ、日本ではそういうのもほとんどないですし、今回もどちらかというとあんまり人気の出なかったものがメインというような感じなので、まあ、世界から見た時の日本の市場の優先順位というのも下がっていってるというような感じでしょうか。ではではまだ時間もあるので直近の戦績をご紹介しようかなと思います。まずこちらの動画でアンカバの LD ワッフルと、あと SB ダンクでダンクローのアイオワに挑戦して全滅という感じの動画があったのですが、結局動画の後にアイオワのダンクローもリストックを拾えてまして、 SB 以外はリストックで拾えているというような状況になっております。そしてもう一つ4日にパタのエアマックス1に挑戦していますので、そちらの様子をお届けしようかなと思います。でこちらは11月の初戦ということもあって、11月に欲しいスニーカーの方でも2位に上げていたモデルということもありまして、事前抽選からかなり積極的に参加したのですが、事前抽選に関してはもちろん全滅というふうになりまして、で最後スニーカーズにワンチャンかけて挑戦をしておりました。で結果としては、はい、やっぱり購入できませんでしたが、これもまたリストックがありまして、無事にリストックの方で購入ができております。
という感じで、なんか挑戦動画では買えませんでしたっていう風になって、まあその後にリストックを拾うということが多くなってきてまして、まあ挑戦動画の意味がちょっと薄くなってきてるんじゃないかなと個人的にも思っております。とはいえ、まあリストックが来るタイミングが完全にわかるわけじゃないので、動画に差し込むということもできず、まあどうしたもんかなと思ってはいるんですが、解決法も今のところ見当たらないので、まあちょっとリストックが頻繁にあるうちはしばらくこんな感じになるかもしれませんという感じで、まあ抽選時間が30分もあるのでまだ時間があるんですが、締め切りのタイミングに行きたいと思います。ではでは次のシーンに飛んでみましょう。さあでは抽選が締め切られました。間もなく結果が出る頃でしょうか。今日は挑戦数が多いのでどんな感じで通知が来るかは分かりませんが、とりあえず待ってみましょう。さあ何かしらゴッテムなるか。フラグメント堺の LD ワッフル、堺のブレイザーローとミッド、 AJ1 ローのシャッタードバックボード購入できるのでしょうか、それともできないのでしょうか。結果は、ダメでした。なんかもうぐっちゃぐちゃに通知が来ててちょっとよくわからない感じになりましたが、まあまとめて通知が来てるということは全滅というような感じかなと思います。まあ今回のリストックについては、まあおそらく返品とかキャンセル分だと思うので数もかなり少ないだろうと思ってましたし、その中でもまあおそらく競争率が高そうなものに挑戦しているので、まあ仕方ないですね。期待しなかったこともあって、まあ正直傷はかなり浅いかなというところです。でもこれフラグメントの LD ワッフルと、あと堺のブレイザーミッド以外は絶対キャンセルとか返品がまた相次ぐと思うんですが、どうなんでしょう、またリストック来るんですかね。来るならまあまあそこで取れそうな気もしております。あとそもそもこれで売り切れないっていうものもあるんじゃないかなと思いますが、どうなんでしょう。まあちょっとわからないですが、とりあえずまた切り替えながら次回に挑戦していきたいと思います。今日の皆さんの結果はいかがだったでしょうか。ぜひぜひコメントにもお寄せくださいませ。おっと、ということで本日の動画もここまでのようです。本日はスニーカーズリザーブで4足に戦いを挑み、無事に何も購入することができませんでした。また次回の配線も期待されている方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の試合でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。